こんにちは、ゴッドコータンです。今回もマインクラフトの中にドラゴンがたくさんいる世界でサバイバルやっていきたいと思います。要するにコータとドラゴンクラフトです。そして、なんということか朗報です。僕は前のワールドとこのワールド含めて全てのドラゴンを捕獲することに成功しました。なので、今からこの世界に残る最後のドラゴンである、エンダードラゴン。を討伐してこのワールドを締めくくりたいと思います。なかなか長いようで短かったこのワールドでのドラゴン生活もさよならです。がしかしエンドに行くためのエンダーアイをまだ僕入手していないんですよね。ということでエンダーアイを入手するためにネザーに行きましょうか。いや待てよ、村人からの攻撃の方がこれ早いな。そうしよう、村人からの攻撃によってエンダーアイを大量にゲットしましょうか。村人さんに向かってね、この醸造台を置くじゃろ。したらば村人さんはこの醸造台に対して就職します。そうして出来上がる職業というのが牧師さんです。牧師さんからエメラルドを使ってたくさんレッドストーンパウダーを買いましょう。したらばこいつは攻撃の内容が変わっていきます。こんな感じでどん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 この攻撃レベルを上げていくことによっていずれ出来上がるのです。エンダーパールとそれからエメラルドを交換してくれるスーパー村人がね。ほらエンダーパールもう13個ゲットできた。エンダーパールが足りなかったらもう一回こうやってペペってやったら、あ、攻撃が今できないのね。そうして出来上がったのはこのエンダーパール13個。こいつに向かってこのブレイズロッドのブレイズパウダーとクラフトすることによってエンダーアイが13個できます。エンドに行くのに必要最低限なエンダーアイの数はだいたい10個と決まっているので、13個もあったら余裕で中に行くことができるはずです。それでは行きましょう。かつてあったか、最終回に行くためのエンドの準備がほんの1分ちょっとで終わるようなサバイバル実況者がいなかったと思うわ。大抵の人は汗水垂らして苦労してやっとこそ集めたエンダーパールとなけなしのブレイズロッドを組み合わせてできた10個と数個のエンダーアイを使ってエンドに行くのにもかかわらず、僕はとてもなんか罪男よね。それではこのドラゴンゲージを使ってドラゴンたちをドラゴンゲージの中に入れてエンドに持っていきたいと思います。2体いたら十分かな。それではエンダーアイを投げるよ、せーの。あー、そっちね、オッケー。エンダーアイはドロップするので割とこれ13個でなんとかなります。それで僕はこちら、前回僕が後輩によって作り出した白と黒のブチドラゴン、名前は確か忘れちゃった、なんだっけお前、ホワイトアルビノ、なんだっけこいつ名前、黒と白のドラゴンだ。中途半端って名前にするか。中途半端ドラゴンだな、お前は。エンドに行くまでの間、僕のサバイバルには珍しく、作業用雑談ってやつをやってみますか。皆さん知ってます？ 2025 年のマインクラフト実写版映画。僕が小学校だか中学校の時に初めてマイクラの実写映画の話が発表されて、僕その時聞いた時めちゃくちゃワクワクしたのを覚えています。その時は2019年公開とか2022年公開とかっていう話が出ていたんだけれども、なんかその話がなくなっちゃってさ、監督が降板だのなんだのっていろんな複雑な話があった後に2025年に公開するよって新しい情報ができて、もうめちゃくちゃ今ワクワクしてる状態。実写ムービーの広告を初めて見た時は、レゴムービーの存在を初めて小さい頃に知った時と同じ感動を味わいました。要するにワクワクが止まらないということですね。小さい頃からレゴムービー大好きだったんで、レゴブロック昔から遊んでたからさ、自分が好きなゲームやらおもちゃやらが映画化するっていうのは非常にワクワクして素敵だよな。マインクラフトの映画は果たして名作となるのか、それともずっこけるのか、なかなか見応えがありそうだよな。そうだ、そういえばエンドに行った時ってさ、黒曜石の上に登ったりとかしてさ、結構落下死のリスクがあるんだよな。だからこのちっこいドラゴン持ってこっか。この小さなドラゴンはテリブルテラ。この小さなドラゴンに向かって生魚を何回か右クリックしてあげるんだ。って思って、この子をですね、僕の頭の上に乗っけます。すると僕は落下ダメージを食らわなくなるんですね。めっちゃ便利でしょ。この能力を使うことによって、黒曜石から落下したとしても死ぬことはないってことですね。エンダーアイこっちか。なんか、向きがよく定まんないんだよな。残り10個となってきたわけだ。仕方がない。一か八かでこの付近を掘ってみることにする。こないだ君は、この中に、いて。あれ、もしかしてお前って、ゲージの中入んないの？入って。嘘、お前ゲージ入ってくんないの？そんな、じゃあお留守番だ。すまんな。せっかくできたのにもかかわらず、君は使い物にならないみたいだ。じゃあ、穴を掘っていこうか。来た、アイスパイ。暗すぎてわからん。
なんでこんなところに、中途半端すぎるな。じゃあ、松明をこれ一応ね、左手に持った状態で探索しよう。暗すぎるしな。こんながってドラゴンいけるのかな？不安になってきたわ。とりあえず、この中にあるはずのエンドポータルゲートの場所を見つけ出しましょうね。まあ、そんなに見つけるのは苦労しないはずです。見つけたぞ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 。やったね。エンドポータルを見つけた。これらしょうもないシルバーフィッシュたちは全員倒して。でもって、先にここ、うわ、マジで、全部エンダーアイハマってない。そんな運悪いことあるんだ。でもって、僕は人のこと待てないから、先にゲートを完成させて。あれ？あ、10個じゃないんだ。まあいいや。どうせ帰るつもりだったし。とりあえずこれ、食上掘りするね。次ドラゴンがこの真下にそのまま飛んで中に入れるようにね。ゴッドコーターはちゃんとここ 3×3 の状態で上まで穴を掘っていこうかなというふうに思うよ。で、この穴の底がエンドポータルなんですよね。このエンドポータルの中に入ることによってドラゴンをね、この真下に移動することができるようになるわけだ。で、わかりやすいようにこの穴のゲートの真上にブロックでも立てておきますか。これ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 。安山岩でこう立てておいて、でもってこの真下にエンドポータルがあるよっていう目印をつけておきましょうか。それからゴッドコーターも気づきました。前回作った白とこの黒のこのドラゴン。このドラゴンって要するにさ、ナイトフューリーとライトフューリーと変わらないじゃないですか。つまんないじゃないですか。だから、このドラゴンをエンドに持っていくのをやめました。だってもうすでにライトフューリーとナイトフューリーゲージの中入れちゃってるし、どうせだったらバリエーション豊かなドラゴンと一緒に戦いたいわけじゃないですか。だからゴッドコータンはせっかく今回まで捕まえてきたドラゴンを2体持ってこうかと思います。エンターパール。ありがとな。12個か。エンダーアイを5つ入手することに成功した。それから僕が向こうに連れて行くためのドラゴンである。まずテリブルテラ。君はね、わざわざゲージの中に入れなくてもいいんですよ。だって僕の頭にひっついてこりゃいいんだからね。ライトフューリーとナイトフューリー。君たちもどっちか一体で正直構わない。ただ、個人的にはライトフューリーを押すかな。で、ナイトフューリーはお留守番しといてください。君はいつまで主人公をずらしているんですか？僕のシリーズではあなたは脇役です。その代わり僕はこのモンスターナイトメアを推薦します。理由はこのワールド内で一番最初に捕まえたドラゴンだから。それから他のモブを捕まえることができる能力を持っているから。それからスクリル。君は雷を打つことができる優秀な特性を持っているが、使い勝手が悪い。君は、論外だ。飛べないもん。で、君は、うん、君、やっぱスクリルにしておこう。なぜかって？こいつの能力ってナイトフューリーの劣化版じゃん。ってことでスクリル。悪いね。君を持っていくことにした。完璧だね。それから僕が乗るドラゴンは、そうだね。ライトナイト。僕はお前に持って乗っていこうかなっていう風に思っている。で、代わりにライトフューリー。君はお留守番だ。理由は簡単。ナイトライトと同じだから、性能が。そして僕はドラゴンに乗った状態でもゲートの中に入れるようにわざわざ穴を掘ったからね。で、その代わりに空を飛べるドラゴンであるこのグルリル、君を中に入れてあげよう。よし、完璧だ。それでは君は僕の頭の上に乗っかっといてください。それでは行きますよ。エンドへの旅へ。このワールド最後のドラゴンとなるエンダードラゴンを他のドラゴンとは違って僕はボコボコにしていきたいと思います。じゃあ行くぞ。この安山岩の真下だ。ところで、君は中に入れるのかな？水の中って、あ、そっか。水の中潜れないんだ。なるほど。じゃあ、お留守番だね。悪いね。悪くは思わないでくれ。運がなかったってことで。よろしく。水の中にそのまま潜る。そして、この水中洞窟の内部に行くことによって、エンドへの入り口に行くことができるんだ。でもって、ゲート開通。よろしゅうござーすね。ドラゴンたちよ。エンドの中へとレッツゴーだ。行きます。せーの。はっ！あれ？あれ？ライトナイト？が、しかし、僕はグロンクルに乗っていくんだ。さあ行くよ、グロンクル。まず、君のお箱だ。口の中から爆発する火の玉を放つ。こうすることによって、クリスタルを簡単に破壊することができるからね。でもって、弓とかそういった類のものは、ドラゴンドリにとっては必要ありません。ただ、マウスをクリックするだけで、
このエンドクリスタルは簡単に破壊することができてしまうので。何？鉄柵を破壊するのはできないかって？安心してください。爆発する火の玉を放つことができるこのグロンクリにかかってしまえば、こんなもの、朝飯前です。よーし！よいんだ、ドラゴン！お前って、意外とキックとドラゴンモッドのドラゴンの中ではサイズがでかいんだな。いけ！モンスターナイトメア。そしてスクリル。君たちは僕のために、痛い、必死に働いてね！頼むよ！よーし！素晴らしい！ドラゴンたち、君たちはエンダードラゴンのことをボコボコにしてください。あれ？何、喧嘩してる？やめて。あ、そうだった。モンスターナイトメア、お前、体が燃えてるんだった。やばい！体が燃えてるから僕がこいつの近くにいると燃えちゃう。ちょっと寄ってこないで！寄ってこないで！待って、スクリルも同じだわ。体が雷で感電するから、ちょ、ストップ、来るな、なんでこうなるんだ。普通にモンスターナイトメアとかスクリルとか、自爆系のドラゴン持ってくるんじゃなかった、クソが。よし。ああ、危ねえ。あいつらデバフ用意じゃねえか。体が燃える？モンスターナイトメア。こいつの近くに僕がいると僕が燃えてしまう。体が雷によって覆われているスクリル。こいつの近くに行くと僕が感電してしまう。信じられるのはグロンクル。お前だけだな。お前が唯一の良心だ。それでは行くぞ、グロンクル。僕たちの絆というものを見せてやれ。エンダードラゴンに向かって火の玉攻撃。食らうかどうかわからないけれども、やってみるがいい。あ、当たったでけど、これ食らってないわ。そっか、エンダードラゴンって爆風系のダメージ無効化しますもんね。じゃあ、空飛びながら弓を用いて攻撃してみましょう。あ、意外。これだったら普通に、楽勝じゃね？楽勝。おい、どうした？痛い。普通に痛い。普通に剣で殴るか。地味だね。地味だ。思いっきり地味だ。こんなにこの剣って火力低かったって、ドラゴンの上に乗ってるからっていうのもあんのかな。さあ、死にな。エンダードラゴンは、ヒックとドラゴンモッドに追加される、どのドラゴンよりも特徴がなく、どのドラゴンよりも弱っち。耐久力はあれど火力は少なく、地味だし動きもしょうもない。マインクラフトのドラゴンの始祖と言っても過言ではない。行くよ。噛みつき攻撃。熱い。いけ。あ、もうこれあれじゃん。剣でボコボコ治って勝てるわ。おやすみ。どこ行く？僕が直接この剣で貴様の息の根を止めてやろうか？んふん。GG だ。お前が負けた範囲は、僕を敵に回したこと。それからマインクラフトのラスボスとして君臨し続けたことがお前の範囲だ。なぜかって？君臨し続けることによって多くのプレイヤーの目標となってしまうし、目標になるってことは必然的に僕に倒されるってことだからな。仕方がないよ。ってことで経験値をたくさんもらいましょうかな。スピードスティンガーを大量虐殺した時よりかは経験値はあんま上手くないですね。経験値は50強です。なかなかじゃないでしょうか。エンドの開閉式を始めたいと思います。ドラゴンの玉をゲットだ。いいね。進捗面が長すぎて1分に表示できないザ・ネクスト・ジェネレーションという進捗をクリアすることができました。よーし！帰るか！一旦こうやって。よーし。で、この中入るよ。はい、入った。あ、やべえ。僕が飼ってたドラゴンどこに行っちゃったんだろう。エンドからこっち側に戻ってくる拍子に一緒にドラゴンも中に入ることができたのであればいいんだけれども、回収していくか。とりあえずな。エンディングの前に回収だ。よ、グロンクル、元気してたか？お前がここにいてくれてよかったわ。このエンドのポータルを通ったエンティティは座標00のところに必然的に現れるんですよね。グロンクルだけ回収できたから十分か。お前が唯一だぞ。僕の持ってったドラゴンの中でこんだけ献身的に働いてくれたのは。よし、ドラゴン一応3つこの中に入れておいた。じゃあライトナイト、現世でな。よし！よし！エンドから3体のドラゴン全員を救出することに成功した。なんか体が燃えてるみたいだけど君たちは安全かな？よかった。ってことで今回はここまでだ。長い間このシリーズを見てくれてどうもありがとう。
大量のドラゴンを捕まえることができた。一時期はワールドが壊れたりなんだりして、まあ、ピンチだったけれども、なんとか復興してここまで集めることができたのは一概にも僕のおかげですね。僕の苦労のおかげです。僕のおかげです。僕のおかげでこれらドラゴンすべてを捕まえることができた。なかなかいい経験をしたな。ってことで、コウタとドラゴンクラフトはこれにてお開きです。チャンネル登録と高評価よろしくね。バイバーイ。次回やってほしいモッドシリーズのがあればコメント欄で教えてね。じゃあね、またバイバイ。